じゃじゃじゃ人の大きさすぎる。化け物かもしれない。じゃじゃじゃ、なんか綺麗な結果。あれは超かっこいいね。はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、ご覧の通り、魂ネーションに行ってきました。はい、魂ネーション2017ですね。今日は最終日の3日ですね。はい、日曜日になります。はい、なんと、魂ネーションがね、10周年を迎えたということでね、結構ね、ブースがね、なかなかね、すごい良かったですね。事前情報がないようなフィギュアとかもね、展示されてて、うわ、こんなん出るんだみたいなね。いや、めっちゃ欲しいと思ったのが何点かありましたね。まあ、発売日まだ未定とかね、価格未定とかだったんですけれども、まあ一応ね、これパンフレットはもらってきたんですけれども、一応こういう感じでね、ゴジラ、セイントセイヤ、マジンガー Z、仮面ライダー、はい、で、でメタルビルドのガンダムですね。はい、で、デジモンで、スターウォーズに、ロボット魂の、ガンダムというね、はい、こういうラインナップでね、場所はね、 UDX とベルサール秋葉原というね、ところでやってて、UDX がね、主に展示物ですね。はい、まあ、一応ねベルサールでも展示物あったんですけれども、今までのね、魂ネーションの軌跡をたどるようなフィギュアのラインナップが展示されてました。一応ね物販コーナーもこちらでやってましたね。はい、入場はね、フリーということで、事前に、申し込めば、タダで、入場できたという感じですね。一般店頭販売ということでね、一般店頭販売分はね、確か、こちらですね、ガンダム、バージョンアニメファーストタッチっていうね、やつと、あと魂ネーション10周年アニバーサリーピクチャーレコード、はい、ズロック。まあ今までは多分ね、魂ネーションの軌跡をたどる、本だと思います。まあね、そんで、自分はね、事前に魂ネーションで、購入したものがありまして、それのね、引き渡しも行ってきました。はい、それはね、ベルサールの地下1階で、引き渡し場があったんでね、購入したものを引き取りに行ってきました。はい、で、なんでね日曜日にしたかっていうとね、金曜から始まってるんですけれども、金土日で、なんとね、入場特典の色紙があるんですけれども、それのラインナップが変わるんですね。これには、記載はないですけれども、まあマジンガー Z とかね、仮面ライダーとかシン・ゴジラとかね、そこら辺のアニメとか、漫画を描いている人の、複製のね、サイン色紙が、サイン色紙って言っても本当にちっちゃいミニ色紙ですけれども、そちらがね、先着特典で、もらえたんですけれども、まあ、曜日でね、ラインナップが変わるんで、自分がね、欲しかったのが、ガンダムかセイントセイヤが欲しかったんで、それで、そのガンダムとセイントセイヤだと日曜日なんですよね。うん、だから、そういうことで、それ目当てで日曜日に行くというこの感じでね、決めてました。はい、一応ね、でもらえた、これがね、また何がもらえるかはわからないんですよ。まあ実際行ったらね、そこの係員のね、スタッフの方が、一枚一枚ね、裏返しの状態で、みんなに手渡してたんですけれども、実際もらってね、こうやってめくってみて何がもらえるかっていうのはわかるんですけれども、まあもちろんね、
替えは効かないです、まあなので、外れなしのね日曜日に行くのが無難かなと思ってね、ガンダムとセイントセイヤなんでね、どっちが出てもいいなと思って、で一応ね相方と、2人で行って、でまあ一番いいのはねセイントセイヤとガンダム11で出ればいいんですけれども、まあ一番欲しいのはセイントセイヤだったんですよ。なのでダブルになったらセイントセイヤがダブって欲しかったんで、ガンダムがダブるのが一番きついと思ったんですけれどもね、で実際行って、まず自分がもらったのがこういう感じでね渡されるんですよ、こういうパンフレットと一緒にこういう感じでね。で実際もらったこれがまさかねこういう感じで入ってると思わなくて、なんかこうビニールかなんかにウィンドウボックス的な感じでねこう見えない状態かなと思ったんですけども、まんま色紙のまま渡されたんでね、何の気なしにこうやってめくったんですよ。そしたらなんとセイントセイヤだったんですね。いやーよかったと思ってね、うわこれは嬉しいと思ってね、魂ネーションズ10周年おめでとうございますって、まあ一応ねこれ書いてるのはあの原作者の車田正美先生じゃないんですよね、別の方が書いてるんですけれども、めちゃくちゃよくできたセイヤを書いてますけども、はい、まあ、ドラゴンボールでいうトヨタロー先生みたいな感じになるのかな、なのでね、でおーよっしゃーと思ってね、で相方の方はね何が出たかっていうと、こちらで、聖夜で物の見事に聖夜がダブったっていうね、いやこれはこれでねよかった、嬉しかった、聖夜がダブる分にはいいからね、ガンダムがダブるのはちょっと辛かったんですけども、セイヤがダブってよかったですね、はい、ということで、この、セイヤ2枚手に入れました、はい、ということでね、次はね、一応ねその購入したものが何だったかっていうのをね、ちょっと、まあ、開封するわけではないんですけれどもご紹介したいと思います。はい、ということでね、一応ね、買ってきたっていうかね事前に購入して、引き取りに行ってきたもののご紹介ですけれども、一つ目がこちらになりますね、はい、箱で、ありますけれどもこちらです、はい、はい、メタルビルドガンダム F91 ハリソン・マディッキー、こちらはね黒と黄色がベースのね、ガンダム F91 になります。はい。まあ2017魂ネーションということでね。こちらがまず、一つ目。はい。まあ一応ね、どんなものかっていうのは多分出てると思いますけれども、こういう感じのね、やつになります。はい。で、続いてがですね、結構重いんだよな、これな。結構重い。これが一番重い。こっちよりね、重い。続いてがこちら。はい。はい。セイントセイヤ、13番目のゴールドセイントっていうことでね、まさかの12星座に13番目があったっていうことでね、セイントクロスマイス EX ですね、はい、こちらを、購入してきました。オリジナルカラーエディションということでね、こちらはね特に詳細は書いてないんですけれども、ね一応まあ今多分画像出てると思いますけれども、なんとね、13番目の、ゴールドセイントということでね、ヘビ使い座の、ゴールドセイントが、登場するんですけれども、まあ、登場するって言ってもね、今、コミックでね、セイントセイヤのね、冥王神話っていうね、コミックスが、やってるんですけれども、まあ、一応ね、セイントセイヤの続編ということでね、連載されてたものなんですけれども、そこにね、13番目のセイン
ットということでね、なんかキーマン的な感じで出てくるんですけれども、それをね、購入してきました。はい。自分はね、基本的にセイントセイヤね、自分の自星座である双子座しか買わないんですけれども、まあね、これはね、なんで買ったかっていうと、蛇使い座、蛇使い、自分ね、干支が蛇同士なんですよ。だから買ったっていうね、すごいこじつけだけどね。まあでもね、これは本当買ってよかったと思う。まあ、実物もね、展示物で飾ってあったみたいなんですけれども、いや、すごくいい、良かったですね。はい。ということでね、こちらを買いました。はい。ということでね、自分が買ったのはこの以上の2点になります。はい。まあ一応ね、こちらは、未開封で、私は撮っておこうかなと思ってますね。はい。というか、むしろ飾るスペースがないのでね、もうね。なので、ちょっと未開封状態で、保存しておきたいと思います。はい。ということでね、魂ネーションはね、以上で、行ってきました。はい。まあ、一応ね、この後ですね、まあ、一応この動画的にはこれで終わるんですけれども、レンチャンでね、実は秋葉原でいろいろ購入してきたものがありますんで、そちらのご紹介をしたいと思います。なのでね、よろしければチャンネル登録をね、してね、次の動画お待ちいただければなと思います。はい。結構ね、面白い変わったものをね、購入してきたんでね、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではね、長らくご視聴どうもありがとうございました。